もともと日本の LNG 価格といいますのは原油価格にリンクしておりまして、それが5ヶ月から6ヶ月ぐらいと申しましょうか、それぐらい遅れて響いてくるという、そのような状況でございます。原油相場はここのところずっと上がり調子になっているという、そういう状況でございます。100万 BTU あたり、16ドル程度の、そのですね、輸入価格となっているわけなんですけれども、これからの時期ですね、まずその長期約価格は確実にその原油価格を反映して上がってくることが考えられると思っております。そういう意味では17ドル台はまず超えてくるでしょうし、18ドル台といったようなことも否定できないという、そのような状況でございます。さらにこのスポット市場でございますけれども、冬場はですね、アジア市場におきまして、もともと暖房用のその発電向けのですね、ガス需要というものが発生しやすいということもありまして、スポット市場というのは上昇しやすいんですけれども、最近では南米におきまして渇水でですね、水力発電の稼働が低下しているということで、その代替としてガス火力発電を稼働しているということもございまして、そのようなことでですね、南米諸国、特にアルゼンチンとかブラジルといったようなところで、天然ガスのスポット調達というものが増えてきているということがございます。そうなりますと、例えば冬場にこの南米でスポット調達が増えるということになりますと、アジア諸国と南米諸国でガスの取り合いになってしまうということがございますので、スポットのこのガスの価格というものはですね、長期契約価格よりもなお上昇してしまうということがございます。昨年は100万 BT あたり20ドルといった値がついたというふうに聞いておりますけれども、もう今年もその水準までいくといったようなこともあり得るのではないかと考えております。